知里江徳に来ました。ここは知床五湖に一番近い道の駅になります。知床五湖フィールドハウスまで車で20分のところにある道の駅です。知床世界遺産センターが隣接されていて、情報収集にいい場所になります。知床五湖フィールドハウスに来ました。ここは知床国立公園の拠点になる場所になります。歩けるコースが2種類あって、知床五湖をすべて回れる大ループと、一湖が見える展望台に向かう木道のコースになります。知床五湖を回る地上遊歩道のコースなんですけど、センターでレクチャーを
受けてから回る形になります。連邦みたいな。